秋葉仁さんのお店の板金屋はヨドバシカメラを曲がってこの高速道路を抜けたところにあるそうです。しゃあ見つけた、板金屋。おお、やっと着きました。残念ながら秋葉仁さんが教えてくれて今日は定休日になってるはずです。はい、今日は閉まってますので、せっかくですのでサンクスで買ってきたモンスターヒカキンさんが YouTube で取り上げてたモンスター飲んでみたいと思います。板金屋さんの前で飲みますよ。ではいただきます。おお、うわ甘っ。これほんまに無糖なんやろか。めっちゃ甘いです。コップに移すと液体がブルーになってると思いますけど、こんなに甘いと思いませんでした。モンスターので元気つけます。秋葉グリルメニュー、またチキンの美味しいやつ食べたかったです。